はい、ハロー YouTube、皆さんどうお過ごしでしょうか。最近、魂の旅とか、生きる意味は、魂の成長ですよっていうふうに、まあ、ある意味ではありきたりなことをお話ししてるんですけど、まあでもそれって、真理とか、事実とか、真実味を帯びてると思うんですよね。ただ、まあ、日常生活とか、社会システム構造に、組み込まれると、ちょっとそれが忘れがちになるのかなっていうふうに、思ったりするんですけど、その中で、まあ、ちょっと自分の動画、話とか聞きながら、僕の課題って一つ分かってるんですよね。自分の魂の成長やら、なんやかんや、旅をする中で、僕に足りてないものが、あ、やっぱこれだなって思ったのが、優しくされたいから自分に優しくしてるわけじゃなくて、結果論、優しくしてたら、優しくされたっていう、鏡の法則ですね。で、今後自分が何をしないといけないかっていうのが、人に優しくっていうのが、理屈わかってても多分ね、僕、やっぱできてないなって思うんですよね。それが自分自身のエネルギー不足なのかもしれないし、自分に優しくするって結構、僕としては、なんか、楽かなっていう感じかな。人に与えるよりかは自分に何か施してあげるっていうのは楽なような気はするんですよね。自分に嘘偽りなく生きていくっていうのは、まだ楽っちゃ楽な方だと思ってまして、まあ、もちろん逆の方もいると思うんですけど、でもどこまで行っても第三者に何かを与えるっていうのは自分の器が満たされない限りは絶対できないはずなんですよね。お金あげるっつっても、500円しかないのに1000円あげれないわけで、1000円しかないのに1000円あげたら、この器全部なくなっちゃうから、すなわちできることっていうのは、このカップ内で、優しさでも愛でも、お金ですらね、このカップが溢れたところでしか、溢れた分しかお裾分けすることっていうのは基本的にはできないと思うんですよね。で、僕の場合はカップ溢れ出て優しくしようとはしてるけど、なかなかね、自分の思うようにはできてない。それは勇気が足りないとか、自分自身のエネルギーが足りないとか、なんか自分なりには考察はするんですけど、その中でそれでももっと自分を優しくしてやっちゃったりしてる感じなんですよね。あともう一つ、逆に言うと、与えて与えての方が多い方は、ちょっとバランスを整えるためには、与えるのももちろん素敵ですけど、自分にもやっぱりバランスよく与えるべきかなっていう感じですね。行き過ぎた奉仕もちょっとどうかなって思うのと、でも行き過ぎた自分へのご褒美っていうのも微妙だから、うまいバランスでやるのがいいのかなっていうのも思いました。そして土台に立つには、やっぱりまずこのカップを何でも溢れさすのが、満タンにさせるのが、まず始まりの序章だと思うんですよね。始まりの旅ですね。で、そっからのどうやっていくか、こう、溢れたやつを溢れて溢れて。お金でも余ったお金なのに自分に使ってとか。多分お金だと僕そういうことやってます。ギバーとかテイカーとかあるじゃないですか。ギバーはあげまくる方ですね。テイカーはもらおうとしまくる方かな。あと、マッチャーっていうのがちょうどバランスを合わせようとする人。一番いいと言われてるのが、ギバーがいいらしいんですよね。例えば、欲しいなら先に与えなさいみたいなことも、そういうスピリチュアル的なメッセージとかでもあるじゃないですか。まあ、キリストさんかわかんないですけど、ブッダさんかもしれないし、まあ、いわゆるそのね、マスターたちの教えとしては、とりあえず分け与えなさいっていうのがあって。で、その中でポイントとしては、与える相手を間違ったら、ただ、吸われますよっていうのもあるから、ちゃんと与えるべき方に与えてあげるっていうね。で、テイカーってどんどんもう ちょうだいちょうだいっていう風になるから、まあもちろん良くないわけで。で、マッチャーはこうバランスよくっていう感じだから、それもまあどうかなみたいな感じはあるんですよね。まあ無償の愛っていうのはやっぱりギバーあげます。あげます。あなた素敵なのであげます。あなた詐欺師だからもちろんあげません。あなた詐欺師だから心を入れ替えてくださいとかね。なんかそんないろいろあると思うんですけど。なんかそんな感じで、この自分のエネルギーとか幸せとか愛とかお金とかいろんなことですね。優しさとかも、そういうバランスで各々が、
自分こうかなとか、自分こうかなみたいな感じで、やっていってんだろうなって思って、それが魂の成長とか魂の旅なんかなっていうふうに、自分の動画を見てね、改めて、思いました。そんなこと考えながら今日は掃除、仕事してました。はい、ということで、一旦、現場から以上です。ありがとうございました。